日本からの水産物の輸出額なんですがそもそも中国は水産物の最大の輸出国であるわけなんですねでその内訳を見ますとこのようにホタテ貝そしてナマコもかなり大打撃を受けていると二月さんこういうことが言えるわけですよね、うん、あの中国では日本の水産物ってものすごく評価が高いんですよね、はい、だからどん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 入っているという意味では日本も中国に水産物を持っていくってもうこれは 通常のルートを中国がバチンと切っちゃった、はい、ということですね、えー。で、今そのルートの話があったんですが実はですねこのホタテに注目していただくと実はこの日本で取れたホタテを中国に,このに輸出しますで、中国で加工して実はヨーロッパの方へ流通させてるこういった動きがあったわけですねただすでにちょっとこういった動きも出ています中国ではなくて ベトナムの企業に移してここで加工してヨーロッパの方へ流通するこういった別ルートを今、模索しているわけなんですね。で理由としましてはやはり中国現地の工賃が上がったことと今回のような政治的リスクが背景にあるというふうに言えるわけですね。 であの映像でも、えー、ご出演いただいた近畿大学の有地教授によりますと、まあ、そうは言ってもです、ね、やはり中国そのもののマーケットは大きいため長期の,この金融で影響が出るのは避けられない見通しだとこのように話しているわけですねこれまで2割以上中国向けの輸出だったわけですもんね、うんねねそういういことなんです、ねうん、で実は結構、この地方にも影響が出ていましてそのこの地方の水産物、ブリにも影響が出ています。 あの三重県の尾鷲物産ではですね年間およそ10トンのブリを輸出していたんですコロナ禍前は、はい、でコロナが終わってだん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 またその亡くなったものも経営の規制が緩和されて輸出を再開したその矢先にまた中国の輸入禁止があって全面的にストップ今してしまいましたまですから関係者はま将来的に期待していた市場だけに残念だなという話もしているわけですね、うん。